リュシアン・シモンは、フランスの画家、版画家である、パリで生まれた。商人や、法律家の多い家系で、父親は医師であった。エコールポリテクニークに学ぶが、学位を得た後、兵役につき、そこで画家のジョルジュ・デュバリエールに出展し、1885年から、継続的に出展した。国民美術協会の展覧会にも出展した。オランダへ旅し、17世紀のオランダ巨匠。 フランスハルスの影響を受けた。1890年に国民美術協会の会員となった。1890年に画家アンドレ・ドーシェの姉で肖像画家でもあったジャンヌ・ドーシェと結婚した。ブルターニュ地方のドーシェ家の別荘にしばしば滞在し、ブルターニュ風景を描くようになった。1901年に夫妻はブルターニュのコンブリ近くに家を買った。 1895年に、ポスト印象派の画家、シャルル・コッテと出会い、バンドノワールと呼ばれる暗い色調の絵画を描く、画家グループが作られることになった。シモン、アンドレ・ドーシェ、ルネ・グザビエ・プリネ、エドモン・フランソワ・マンジャン、エミール・ルネ・メナールらがメンバーとされる。1902年から、カタルニア画家、クラウリオ・カステル・チョラがモンパルナスに開いたグランド、ショミエール芸術学校で、 スイスの女性画家、ステトラーラと最初の教師となり、共同校長も務めた。アカデミーコラロッシでも教え、個人教師も行った。1923年から1929年の間はフランス国立高等美術学校で教えた。1937年からはパリのジャック・マール・アンドレ美術館の館長も務めた。ミュンヘン分流派と呼ばれる。 ミュンヘン造形芸術家協会の会員にもなった。アンナ・シートン、シュミット、ルシアン・サイモン、イン、アートプログレス、ボリューム5、ナンバー1、S39、J スター、2056993。ありがとうございます。